どうしたんですか。いや、ね、呼び出されまして。どうしたもこうしたもないですよ、はい、1年に1回そのお肉とストリームの公演するたびにね、うん、なんか呼び出されるんですよ。怖い人に。怖い人に呼び出されて、場所だけ伝えられて、時間とここに来いって。場所と時間と、あの血管が浮いてる絵文字がこういう絵文字だけ来て。なんもないですけどね、イオンモール京都。うん、何でもあるけど何もないよ。うん、別に買い物するだけのとこですから。前はサバイバルやったから、うんうん、ちょっと淡路までサバイバルでしょ。確かに。今回何で怒ってはるんかがもう全然分からへん。今回出馬するぞっていう報告かもしれん。あ、金谷さんが。に合わせて選挙の話なんで。でも金谷さん、その日本で選挙権とかないから。あ、そうなんですね。あるな。え？ある。選挙権は持ってます。怒ってるな。うん。ちょっとダメな感じだね。なんで呼び出されたかも分かってないんでしょ。まあ書いてなかったからね。確かなんでなんですか。まあ察してほしかったですけどね。もしかしてあれですか。はい。金谷の名言クイズで僕らがノリ悪いからですか。それはね、配信の後にすぐ言うわ。だったら、あ、なわざわざイオンモール京都に呼び出してまで言わないですよ。確かに、確かに。うん、いや、座っていただいていいですか。いや、ちょっとまだ、ちょっとカメラの事情とかあると思うけど、怒りが先立ってるから、まだ座るターンじゃないんですよ。公園が近いというのに、はい、団長、お住まいどこですか。ああ、東京です。東京ですよね。はい、お肉の団員と会ってますか。もう今すでにも会ってますけどね。でも週一でズームしてますから、ね、間接的に会ったりはしてます。いや、ぬるいな。あ、ぬるい。うん、そんな密度で劇って作れるんですかね。なるほど。中身のあるコミュニケーションが薄い人たちの間で中身のある劇を作ることができるんですかね。でも今1ヶ月みっちり稽古をやってますけどね、はい、ダメだ。え、全然足りてない。全然声張らんかった。顔と声のバランスがもうむちゃくちゃアンバランス。あの周りに人もいっぱい歩いてるから鍋島先生が音下げたんかなと思われるけど。いや、周りに人もいっぱいいるから、お二人のね、うん、富田君と団長の、はい、うん、コミュニケーションを高めるために、はい、今日はちょっと二人で熱いバトルで火花を散らしてもらって、うん、その中で再びこのボロボロに傷ついた絆を修復してほしい、そういう思いで呼び出しました。あ、ちょっと座りますね。やっと座るターン来たんですね。まあそう、言いたいことを言ったので、まさにこの VS ですよ、うん、対決をする場所でですね、二人に戦ってもらいます。足つぼ PK、 足つぼペナルティキックエリアです。これサッカーゴールありますね。サッカーゴールで一人がキーパー、一人がキックして、で点数入れたら勝ち、こういうゲームです。あ、ちょっといいですか。これまあ鍋島ディレクターの返信によって順番は分からないですけど、はい、正味で言うとこれ一つ目じゃないですか。でプレイするの僕らじゃないですか。はい、金谷さんがもう10種目ぐらいしゃべらせてくれてるんですけど何があったんですか。その、ここは何ですかじゃあ、足つぼ PK っていうだけで出たんですか。じわっていっぺんだから、じゃあ金谷さんにどんぐらい激しいんかちょっとプレイしてもらっていいですか。いいですよ。金谷さんが自分で蹴って、金谷さんがもしキーパーを止めていって。頑張りました。はい、いきますよ。こんな見事な放送事故ってあるんですか。走り込まなければ大丈夫。もうちょっと痛がってくれない、やりづらいもんな。でも聞きましたよ今。すごいうっすらうわーって言ってました。走ってあっち行った時。鍋島さん、はい、もういきなり、いきなりちょっと私が物言いがあるんですけど、はい、こんなんさ、体重差の時点でちょっとハンデない。でも体重差があるからこそ有利な種目もあるはずなんで。ある？
あるよ、それだってフィジカル系やったらさ、フィジカル系で重くて有利なのある？コンタクトスポーツあるって。ほんまに極真空手とかあるって。極真空手こんなとこってないやろお前。いいか、あ、痛いな。ちゃんと痛い。痛い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 。じゃあ行きます、1本目。はい、もうほんま痛いな、ちゃんと。痛い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 。おい、包みだ。こんなん飛び込めへんから。ていうかさ、飛び込んだら痛いよ。ここが、いや、そのもうカッコの痛いな、これだって。あー、おい、じゃあ、いきます。あー、あー、そう。じゃあ、こんなお前無理やって。ポイント団長、考えたぞ俺の作戦を。あ、そっち。あ、ごめんなさい、邪魔なんですけど。いきます。なるかな、これやって仲良くなる。もうだって今、いや、ちょっと嫌いになってるけど、うん、え、笑顔じゃないですか。あの、隅田のこともムカついてるし、それ以上にこれをやらしてる金谷さんのことも嫌いになってる。足めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。まあでも足つぼってその後に良くなるものだから、まあ、確かに痛みから。ただあの、はい、ほんま痛いから体こわばるやん、はい、だから今なんか使ったことない筋肉がめっちゃ痛い。背中つりそうな。体こんなになりながらこんなしてるから。ちょっと鍋島さんやってください。金谷さんが横飛ぶとこ見せてください。じゃあいきますね。はい、ほい。怖っ。ナイスキーパー。チャン。ナイスキーパー。なんか今、なんかもう今両親入り乱れての乱闘なるんかってぐらいの感じ出てきましたけど、皆さんが。おう。いや、やっぱり勝つとね。めっちゃ楽しいんだけど。もうこれでいいですやん。ローリングタワー。ローリングタワーです。